ファーリアーブ州内の軍の区画。北側の黄色い区画が、クルガン軍分離以前のアンドホイ軍の範囲。アンドホイ軍、アンドホイ軍、英語、アンコイディストリックとは、アフガニスタンのファーリアーブ州に位置する軍。軍庁所在地は、アンドホイで、軍内には81の村がある。住民のほとんどは、 農業ないし牧畜業に従事している。この軍はタリバンではなく政府側が実行支配しているものと考えられている。統地を通るアジアハイウェイ76号線は統地と州都のマイーマナ、隣接するジョーズジャン州の州都シェベルガーンなどを結んでいる。しかしマイイマナからアンドホイへの道は武装勢力間の争奪の対象となっており、住民にも影響が出ている。 この道の状態はアフガニスタンでも最悪の部類とされている。軍内を貫いてシリン・タガブ川が流れている。この軍は周囲を5つの軍、すなわちハニチャ・ハルバグ軍、フワジャドコー軍、ダウラタバード軍、カラムコル軍、クルガン軍に囲まれている。このうちフワジャドコー軍はジョーズジャーン州に属している。この軍はかつてはトルクメニスタンと境を接していたが、 2005年に国境を接していた西部が分離されて、クルガン軍が新設された。住民のほとんどは農業、牧畜業に従事している。主な産品は小麦、大麦、トウモロコシ、ジャガイモである。灌漑施設、肥料、殺虫剤などはなく、交易の拠点もない。また、絨毯類、比較製品を製造する工場もあり、下手や刺繍も行われている。 軍内には11校の学校があるが、いずれも資金不足、技能不足、人員不足、資材不足の状態にある。軍内には保健センター、薬局、20床の病院があるが、救急車もなく、熟練した医師もいない。1990年代末には、タリバンが実行支配をしており、戦闘員の徴兵なども行われていたが、2001年以降、 アメリカ合衆国などが介入した段階におけるアフガニスタン紛争においては新たに樹立されたアフガニスタン政府は統治を強力に掌握しておりほとんどの人々はその法制度に従っているしかしタリバンは実行支配を失った後も影の判事を任命しているアンドホイの役人の間には腐敗が広まっているとされるありがとうございます